はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、リボルバーのリロード方法7パターンということで、まあ、リボルバーね、こういう回転式の弾倉が付いてる銃ですが、まあ、こいつね、まあ、リロードするっつっても7パターンぐらいリロード方法があるので、まあ、今回はそのリロード方法についてね、見ていきたいと思います。で、現代のね、リボルバー、まあ、最初に代表的な銃、コルトのパイソンを出しておくんですが、まあ、こんな感じでリロードします。まあ、すごくシンプルですね。大体のリボルバーがこれなので、まあ、ほとんど、なんていうんですかね、まあ、映画とかゲームで出てくるのは、まあ、大体こうやってリロードしてると思うんですね、こうやってね。まあ、左側にスイングアウトして、まあ、リロードするっていうね。まあ、ちょっと暴発しましたけど。まあ、ここが軸になっていて、よいしょ、ここが、軸になっていて、開けると、ここからパカッと開いて、こうやって弾入れて戻すという感じになってます。で、この時気をつけてほしいんですが、気をつけることでもないかもしれないですけど、コルトの銃はここのラッチを後ろに下げます。とスローにするとよくわかるんですが、リロードするときラッチを後ろに下げます。これ後ろに下げるか前に押すかっていうのはメーカーによって微妙に違うので、まあ、なんていうんですかね。まあ、忘れると、まあ、リロードできないっちゃリロードできないですが、まあ、大体見ればなんか後ろに下げられそうな、なんかずらせそうなパーツなので、まあ、そんなに、まあ、うんって感じですよね。まあ、こんな感じでリロードするのが、まあ、よくあるタイプになります。で、よくあるタイプもう一つあるんですが、よくあるタイプのもう一つはスミス&ウェストンのリボルバーですね。まあ、これは別に2個目にカウントしないですけど、これも左側にスインガードするタイプのリボルバーなので、リコメにはカウントしないんですけど、まあ、こんな感じで押してスインガードするタイプの銃もあります。こんな感じでね。まあ、ここを押すか、まあ、引くかとか、あとどんな感じで押し込むのかとかね、もしくはここにもう一個なんかセーフティー用のラッチみたいなのがついてたりとかして、まあ、いろんなタイプあるんですが、まあ、大体現代のリボルバーの大半は左側にスインガードするんですが、ごく稀に右側にスインガードするやつもあります。こっち側にね、スインガードするタイプもあって、フランスのね、昔のリボルバーかな、まあ、それぐらいしかないと思うんですが、ごく稀に右側にスインガードするやつもありますが、なんで右側にスインガードするかというと、まあ、なんかこう馬に乗った状態でリロードしやすいようにらしいですね。で、まあ、それはさておき、あとライノ君とかですね。ライノ君とかもちょっと変わってるんですが、ちょっとだけ見ますけど、ライノ君のお兄ちゃんっていうか、マテバの方ですね。マテバの方が、まあ、こうやって下にリロードするんじゃなくて、上にね、こっち側からこう下に倒すんじゃなくて、こうやって倒すんじゃなくて、上にシリンダーを出すっていうタイプのやつなんですが、残念ながらね、このゲームにはモデルがないっていう。まあ、ちなみにシリンダーの開けるやつはここですね。ここのラッチで開けるという感じになってます。まあ、上に開けるやつと、まあ、スイングアウトっつっても、左側に出すやつと、上方向に出すやつと、左側に出すやつと、右側に出すやつと、で、なんなら上方向に出すやつとっていうのに3つに分かれるという感じになってます。まあ、でも、十中八九、現代のリボルバーの大半が、まあ、スイングアウトしてリロードするっていう、まあ、そんな感じですね。で、まあ、ごく稀にっていうか、ちょくちょくあるのがトップブレイクのタイプですね。トップブレイクの銃はウェブリー関係の銃が多いですね。このイギリスの、ウェブリー&ポズベリーとか、ウェブリーのね、普通のリボルバーだったりとかするやつに、よくありがちなタイプです。ちなみにこいつもそうですね。あー、ちょっと行っちゃった。あ、これ行った行った行った。このスミス&ウェストのスコフィールドくんですね。この銃もここから開けるタイプになります。で、ちょっと見るとややこしいので、ウェブリーの方で見ます。ウェブリーの方が、まあ、なんかかっこいいけどね、俺からするとね。ウェブリーのリボルバーめっちゃ好きなんだよな、俺な。こう開くとですね、こんな感じで出てきます。で、現代の銃にはほとんどこのシステムは採用されてません。で、こうやってこんな感じで中折れ式でこうトップブレイクするんですが、まあ、なんでトップブレイクするシステムはなくなったかという話なんですけど、それはまあ、単純な理由で、まあ、撃つとですね、ボーンって撃つわけですが、まあ、別にいいんですけど、撃つので。各部の名称とかで見るとよくわかるんですが、まあ、こういう部分ですね、ヒンジだったりとか、こういうフレームを止めているここのヒンジだったりとか、あとこういう U 字型のパーツとかですね、こういう部分にめちゃめちゃ負荷がかかるので、このシステムは。まあ、やっぱりこう威力のある弾とかを撃つと、ここがどん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 傷んでくるんですね。で、ここどんどん傷むと危ないだけなので、まあ、なんていうんですかね、全般的に強度不足っていう話になって、まあ、廃れたという、そんな感じになってます。で、その話として面白いのが、シングルアクションアーミーと、まあ、スコフィールド君の、その話ですね。スコフィールド君が出てきたのと、シングルアクションアーミー、これはね、ほぼ同時に出てきました。で、アメリカの、軍で最初に採用するみたいな、ほぼ最初に採用するみたいな、そんな感じで、リボルバーどっちになるのかみたいな、最初のスミス&ウェストンとね、コルトの対決だったんですが、こっちが選ばれたんですね。コルトのシングルアクションアーミーが選ばれたんですが、まあ、その理由は堅牢さ。まあ、やっぱりなんていうんですかね、スコフィールドみたいなね、まあ、こういう銃でも良かったのかもしれないですけど、この銃リロードしやすかったんですね。まあ、ソリッドフレームに比べてリロードしやすいんですよ。でも、まあ、やっぱりここヒンジで止めてるのはやっぱあんまりこう頑丈じゃねえだろうって話になって採用が見送られたっていう歴史があるので、まあ、やっぱり昔からあんまり頑丈じゃないメカっていうふうに思われていたという、まあ、そんな感じですね。で、最後ソリッドフレームですね。ソリッドフレームはですね、まあ、最悪です。最悪ではないけどね、まあまあ嫌ですね。
何が嫌かって、まあちょっとこんな派手派手じゃなくてもいいんですけど、別に何色でもいいんですけど、まあこっちにしよっか。まあこんな感じで普通に打つのはいいんですけど、ちょっと打たないとリロードできないので打ちますね。ちょっとまあ今まではね、なんかスイングアウトとかなんかそんなレベルで良かったんですけど、こっからはめちゃめちゃめんどくさいです。ちょっと2倍速でいきますけど、リロードするときはまずハーフコックします。コッキングしてちょっとだけハーフコックします。ハーフコックっていうと、まあここの、まあ、ちょっとだけまあハンマーを倒すってことですね。でそれでここのポートを開けます。でポートを開けたらゲート開けて、ここのエジェクターのこのなんていうんですかね、棒みたいのがついてる、このなんか押し込むやつでガチャ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 やってですね、外に出して新しい弾を入れます。外に出して新しい弾を入れます。よくなんかあの BF1 とかやってる人はわかると思うんですけど、ああいう感じです。本当にこうやって開けて、で最後ゲートを閉じて、ゲート閉じて、まあ戻すと、まあこのハーフコックしたやつをちょっとだけトリガーを引いて戻すっていう、ゆっくり戻すみたいな、まあこんな感じなんですよ。うん、まあこれを普通にスローかけなくても、まあこんな感じなので、まあこれを実際人間がやるわけなので、まあ大変だよねっていう、まあアニメーションだからこんなに早く済んでるけどっていう、そういう話で、これはまあまあ不便なんですね。でもまあまあ不便だから、まあソリッドフレームの銃はまあだいぶ減ったっていう、まあむちゃくちゃ安っぽっちい銃とかだと、まれにソリッドフレームあるらしいんですけど、まあ基本的には現代のリボルバーの大半はソリッドフレームではないという、まあそんな感じになってます。でもソリッドフレームの方が、こういうなんていうんですかね、どこ行っちゃったかな、ああいうスコフィールド君みたいな、ああいうやつよりも頑丈なので。スコフィールド君いねえんだけど、どこ行ったの、ああいう、まあ要するにあれですね、トップブレイクするタイプの銃、頑丈だって、ただそれだけのことですね。まあ、トップブレイクする銃って、あとは BF4 とか BF3 に出てきたこういうタイプってレックスぐらいですよね。まあそんな感じで、まあ今でも全くないわけではないですけど、あんまりないっていう。で、まあちなみにトップブレイクする銃のやつの方がいいところもあって、ああいうこのスコフィールド君みたいなトップブレイクのシステムだと、スコフィールド君はね、ベブリーだとダメなんですよ。ベブリーだとアンビじゃないんだよね。ベブリーはここの左側についているラッチでリロードしますが、左側についているラッチは親指でしか押せないですけど、ここのラッチですね。スコフィールド君だったら、まあ両手どっちでも別に構わないので、アンビになってるっていう、そういうことですよね。利き手を問わないっていう、スコフィールド君。スコフィールド君の場合、ここをずらすので、まあ別に左利きでも使いやすいっちゃ使いやすいけど、みたいなね。まあそんな感じですね。で、最後に紹介したいのが、終わっているパーカンションキャップのリボルバーですね。パーカッションキャップって何やねんって話なんですが、これです。こういうタイプの銃です。これはマジで地獄本当に多分 FPS に出てくることは多分ないんじゃないですかね、永遠にね。あのシングルアクションアーミーとかよりもお父さんというか、まあもうちょっと年上ですけど、これ本当ひどいよね。本当にもうね、大変、もう見るからに古そうな銃ですが、これもちょっとリロードするのに一回打ち切らないとリロードできないんですけど、本当にねひどいよ、これは。さすがにね、絶対にリロードしないよ、これ。これリロードするんだったら2丁目買った方がいいと思うよ、正直っていう。まあそういう感じなんですが、ちょっとまたスローをかけて、どういう方法か見るんですが、まあ基本的にはシングルアクションアーミーに近いっちゃ近いんですが、中身を見るとよくわかるんですけど、もう撃っちゃったからわかんねえや。薬莢がないんですよ、この銃ね。だからリロードするときは、まず一回ハーフコックして、ハーフコックします。で、シリンダーが回せるようになります。でこの使い終わったパーカッションキャップっていう火薬のキャップみたいなのを取ります。まあなんだろう、モデルガンのあのなんか発火する火薬みたいな、火薬のキャップみたいなのあるじゃないですか。ああいうのに近いですね。これそこがここについてるみたいな。でこれを気長に取ります。で気長にポロ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 取って、でそしたら黒色火薬を持ってきて、ここにパサッと入れます。この中にね、この中に入れます。黒色火薬をこの中に詰めていきます。ひたすらこれを繰り返していくんですが、それでもいいんですけど、まあこのアニメーションだと弾を入れます。ボールの普通の鉛の玉ですね。これを入れて、ここで押し込むと。これですね。このローディングレバーみたいな、このやつで押し込むと。で、火薬を入れて、黒色火薬を入れて、また、ボールを持ってきて、これで詰めると。ちょっとめんどくさいから、スローやめるか。で、まあ、これをひたすら繰り返していくという感じですね、このまま。うん、6箇所、頑張る、みたいな。まあ、戦場のど真ん中で、ここのレバーをガチャ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 やるわけだ。大の大人が、おじさんが。大変だよ。そりゃ大変だ。で、そしてまだ終わんないからね。そしたらパーカッションキャップっていうこの火薬のキャップをここ6箇所につけると。いやー、つけたつけたみたいな。よし、OK みたいな。で、そしたらハンマーをコックしてやっと撃てる。もうこれ絶対嫌でしょみたいな。うん。これ何秒かかるよ、これ。普通に考えてみたいな。余裕で1分ぐらいかかるでしょ。どう頑張ってもみたいな。まあそういう話なので、まあパーカッションキャップってのは廃れたということですね。まあそれだったらよっぽどね、これはオールドタイプだな。
それだったらよっぽど、シングルアクションアーミーみたいなやつの方が、まあ、マシだったっていう、まあそういうことですね。まあ、シングルアクションアーミーは当たり前ですが、中身こういう普通の薬莢の入ってる弾なので、まだマシっていう、まあそういうことですね。はい。というわけでね、今回なかなかね、改めて整理することのないリボルバーのリロード方法いろいろ見てみました。この動画ね、ははーんと思っていただけたらね、ぜひぜひ高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人 A でした。